どうもジャンヌダルクです。というわけで今回はコールオブデューティーワールドオブ2の方に追加されましたハンドガンの新アタッチメントのこちらダガーナイフと、サプレッサーということで、まあ今まで解放手段と組み合わせることでダガーナイフの方は使えてたんですけども、サプレッサーの方は完璧新規ということで、組み合わせ次第ではこういった形でダガーナイフとサプレッサーを組み合わせて、見てくださいよこれ、隠密性バッチリのこのタクティカルナイフとこのサプレッサーということで、これはね胸アツでしょう。まあこういう古めかしいというか、まあ第二次世界大戦でなんかサプレッサー、ハンドガンにサプレッサーってなんやねんっていうユーザーが多いと思うんですけども、実は第一次世界大戦から、ハンドガンサプレッサーっていうのは存在してたということで、めちゃめちゃかっこよくない？やばない？これこの組み合わせもうスネークでしょこんなの。これはねそこそこいいアップデートということで、まあサプレッサーそもそもサブ武器にサプレッサーつけたところで何も荒れないっていうのが、一番でかいんですけども、いやーいいっすねこのサプレッサー、見てほらこのチャッチ音、チュ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 ンって、これいいよね。なんかハンドガンのロマンを感じますねこれは。9ミリサップのサプレッサーがどんな感じなんだろう。あーこれはなんか1911とそんな変わんないね。でお目当てのこのマグナムサプレッサーですよ。マグナムにサプレッサー自分もあんま聞いたことないな。かっこいい、軽い音、うわこれはしょぼいな。これは聞いててなんか不愉快というか、ちょっとかっこいいとまでは言わないよな。で、来筆の方は、うわ、軽いな。マグナムサプレッサーはちょっと自分はいただけないところあるな、これ。純正的に。これは、まあ、好みによりきりかもしんないけど、自分は1911とマシンピストルはそこそこ好きでしたね。ということで、こちら、公開マッチの方で使っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。マップはバルキリーのフリーフォール。で、まぁ、今回サプレッサーがついてきてるんですけども、サプレッサーって言っても、SMG のサプレッサーと違って、若干威力が落ちにくいサプレッサーなんですよ。SMG の方についてるサプレッサーは威力減衰が 30% あるんですよ。で、ハンドガンの方はなんとその半分の 15% ということで、まぁ、確かに威力は落ちてるんだけども、SMG ほどではないということで、まぁ、その 15% ぐらいだったらこちらのアドバンスライフルをつければ、まぁ、大丈夫じゃないかなということで、早速やっていきたいと思います。さあ、ということで、アドバンスライフル付きの、3つアタッチメントがついてるやつなんだけども、しっかりと決めていきましょうか。ちょっとエイムっていうか6発しかないから、エイムが安定しなかった時がやばいんだけども、もうそれはもう腕でカバーするしかないんですよ。1キル奥いるね。そこです。飛べ、飛ばない。こういう時こそ、やっぱり、刺すんです、刺すんです。やったぜ、イエーイ。いいね、刺せるのは本当に強い。で、こっちからちょっと回っていこうか。ストックがついてあるんで、エイム歩きをしっかりとやっていきたいんですけど、いるね、こんにちは。うまい、いいね。あ、そうだ、これ策略がついてきてるから、リロードもパッパッパって切り替えてやっちゃえば終わりなんですよ。30分5万って感じで、パッてやって、パッと終わらせたらいいんですよ。いるね、あそこ。あれはちょっとやらしいから、投げも投げて、詰めていきましょうか。ここ、んです。リロードする、切り替えて撃つんです。ダメですね。策略家でもやっぱりちょっと弾数が足んないよな。まあ、普通に30発持ってる SMG と比べたらそれは劣るわ。それは仕方がない。アドバンスライフルつけてたとしてもちょっとかわいそうなことなりそう。おい、弾とか舐め出しましたこいつ。ダメみたいですね。危ない。いいね、この策略家いいよね。あ、見てんだロング距離。あれ誰かやってほしいな。いや、いないよ周り。ここら辺多分湧いてると思うんだけど、全然姿見えないんだよね。姿形も10人といいろ、といいろ。いいね、8キル5です。ちゃうわ、8対5勝ってるね、プレマスに。おいしいおいしい。策略家があるから本当に弾持ちいいね。そこは無理なんだよな、やっぱり。いるけど、待って、いるね。なんかいなかった？いたよね、ほら、いる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 。シュッ、そこです。危ない。やっぱエイム力で勝てるんです。弾数は、弾数が重要じゃないんです。やっぱエイム力なんですよ、エイム力。いた、こんにちは。すまん、ちょっと SMG 使ってしまった。で、多分こっちから湧いてくると思うから、その湧いてくるやつをしばいていきましょうか。1キルして、で、まだ後ろで湧いてくるはずなんですよ。うまい。で、策略家でしっかりとリロードかましつつ、多分そこ湧いてくるかな。いるね。湧いたところを、ここです。なんでや。やっぱエイム力なんですよね。まあ、良きも悪くもエイム力。俺絶対このコンカッションでしばく。いる。そこです。オッケー。策略家でしっかりとかましつつ、奥いるね。これどうすかな。右では湧いてきて、後ろ湧いてる。よ、待って、奥いる。SR が見てる。で、バレてるから、しっかりと投げつつ、ナイス1キル。いいね。で、多分またこっちで湧いてくるはず。おるか？おった。後ろから失礼させていただきたい。後ろから失礼させていただきたい。ありがとうなす。いいね、ダガーライフ。ダガーライフも決まってますね。この、隠密性バッチリのこの装備ですよ。やられてんね、そのロング。その、リロードしてるところをしっかりと捌くんです。で、また湧いてくると思うから、そこ、待って、後ろバレてるよ、お前。SR！ちょっと、エイムが荒い時あるな。しっかりと決められてるけども、SR が見てるから、待って、リロードできてないやん。どういうこと？待ってくれや。ちょっと、
武器戦しきれなかったって感じか。桜区がたまにガバい時があるけど大丈夫でしょうか。こっちからは来てない。とりあえず回っていこうか。てか歩兵のこの3つアタッチメントついてるから本当アドバンスライフルがついてて、サプレッサーのその弱さっていうのも弱点改善がしっかりとされてますね。さあしっかりとリロード変えつつ、ハンドガン縛りだったら圧倒的にこのカスタムが強いんじゃないか。食い泥つけるよりも圧倒的にアドバンスライフルなんですよ。こっちから回り回って、後ろから失礼させていただいて、隠密作戦いいね。これ空挺と組み合わせるとそこそこ良さそうだね。さあ UAV 出して、で、こっちから多分湧いてくるから、見ていく。バレてる。これ、こういう打ちは絶対苦手。こういう打ちは絶対苦手だけども、敵が後ろから支援してくれてますね。そこです。オッケー、1キル。後ろいる。あれよかったね。後ろから敵さんが来てくれるのはマジででかい。あれで敵の戦意喪失じゃないんだけど、気をそらせるのはでっかい。オッケー。で、救援物資のこれを取りたいんだけど、変なとこ耐えちゃったから、ちょっと警戒しつつ、放射砲か。いらないなぁ、それは。放射砲はいらないんだよな。いた。そのロング距離、プレマスやろ。飛ばれるとちょっと厳しいよな。こんにちは。弾数やばいから3オブマード使います。縛り実況って言っておきながら SMG を使う人間のクズ。やっぱりそこは持っていきたいところではある。オッケー、うまい。いいね、クロスファイヤー。中にいるから回り回って、さあ今重なり合った TB を手を取り合って僕ら、よっしゃい。歌詞合ってるか分かんないけど、とりあえずオッケー。止まりそう。さあ、今箇所投げていきましょう。今箇所投げてヒットしない。で、左いないってこと確認できたら、あとは右から回っていくんだけども、ここで停滞。いた。んー、負けない。角待ち、ギリギリ勝った。二人目いる。しかも後ろもいる。キルレはけど取れてるね。なかなかよろしくないか。キルレさんで終われたら結構でかいけど。いるね。これ言うときこそやっぱり裏取りですよ、裏取り。裏取りして、しっかりと、スネークっぽく、待たせたな。待たせたな。やったぜ。いいね。いや、めちゃめちゃ強い。いや、てか、ライヒスが強いからね、そもそも。これ普通に戦えんな。ね、単体だったら、全然中距離はこっちの方が分がある気がする。そしてキル感渡すということで。いいね、このダガーナイフ。サクッ。さあ、これのじゃあデュアル使っていきましょうか。それではお次、デュアルフラッグタワーの方で使っていきましょうか。で、今回はライヒスではなくて、マシンピストルデュアルということで、まあ昔はそこそこ映えましたっていうか人気でしたね。ハンドガンデュアルのマシンピストルデュアルっていうのが。それをちょっと今回サプレッサーバージョンでやっていきましょう。角間がないんで、と立ち回りというか弾数的に心もといところはあると思うんですが、やっていきます。ということで、10発しかないのでしっかりと中距離、なんか弾が出なかったんだけど、これガン砲ついてるよね。なんか弾が出ないんだけど、どういうことそれ。策略家じゃないからしっかりと回っていっているんです。そこ、こんにちは。あ、待って、弾、殴る。やっぱ角間がないと厳しい感じか。これサプレッサーつけることによって、威力が落ちちゃってるから必要な弾数数が上がっちゃってるのかな。どうなんだろうか。ちょっとこれ厳しそうじゃない。大丈夫。この武器やばい、この武器やばい。苦手だな多分これ。ほっ、マシンピストルの良さが出ない。やっぱ精密射撃ができるんだったらサプレッサーでもいいけどって感じか。オッケー。で、ダブルキル目もさせていただいて、リロードして、そのディスガレはダメなんですよ。苦手だな、多分これ。いるね、そのロング。後ろから失礼させていただく。そして、リロードしつつ、マシンピストルやっぱり、シングル運用の方がいいのかな。デュアルにする必要があんまりなさそう。角間がだったらありっちゃあり。だからといって使えないことはない。もうされるはずなんだ。このまま流れに乗って。で、多分後ろついっ、危な。で、ヘッドショットしっかりさせていただいて、この上から、イエーガー銃剣で、流れるように1キルさせていただいて、弾がないから、弾がないのは絶望的すぎる。さすがに2体で捌けないよな、これ。こっち行って、いた。それは持っていけないんですよね、弾的に。弾あったら絶対勝ってた。打ち始めはやっぱりデュアルだから、腰打ち状態だから、一番早いんだけども、その後なんですよ。エイム力も重要。その後も重要。腰打ちなのにエイム力が相当シビアっていうね。これやばいわ。これ癖になるわ。S マイン?ヒットしながら回っていって、この角待ちをやるんです。これも弾ギリギリなんだよな。いますか?いました。で、行って、この近距離撃ちは OK。銃剣持ってたね、あいつ。危ない危ない。で、S マインも華麗にかわしながら、後ろから湧いてくるであろう敵を、まず牽制フラグしながら、いそうだね、そこ。1キル!いますか?ここに、わっ!なんで後ろんの?ちょっと本気出すか。大人げないことします。1キル!させていただいて、2キル目。いいね、速度計。で、多分後ろから湧いてくるから、フラグで牽制しつつ、いいっすね、この読みですよ。やっぱり本来の使い方したいよね。うん、サブ本来の戦い方。やっぱこれをメインの運用しちゃうとダメなんですよ。サブの時にしっかりと切り替えて、こう1キルさせていただいた時にこうサブに切り替える。このやり方が多分本来のマシンガンじゃないわ。ハンドガンの使い方だと思うんですけども。なんでや、ちょっとメイン運用はさすがにフラッグタワーのフリーフォールでも厳しいかなということですね。はい。厳しい。まあなんかサプレッサーの悪さが露骨に出てるところではあるんだけども、まあまあまあ、なしではないよな。
そんな形で、まあ、同じロビーなんですけども、露骨に、数字が落ちてしまいました。全然ね、シングル運用のサプレッサーの方が強いです。もしまあ、ハンドガンメインでするのであれば、ぜひともシングル運用とダガーナイフ、そしてサプレッサーの方を組み合わせて使ってみてください。はい。毎日こういった動画上げておりますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではご視聴、ありがとうございました。よいしょ、あいつはスナイパーライフル、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 出会ったらゴールゲッチュー。あんな言えばお前、あれ、カウンター出せない、出せないのか、いや、希望こい。フラグオンラインはからの後ろ下がれ、お、倒した、いけた、やった。これ何、何これ、何、スパイダー雲の皮、あ、来てください、しまった、やめろー、何のキーが動かない。駐車止め。おお、しゃ、マジで、嘘、お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールで、マジで、嘘やろ、え、違う違う違う、マジで、わざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。